さあ皆さんこんにちは、びっくりだよびっくりの部長たかしです。さあ皆様、本日私ですね、こちら民センサー中に来ております。民センサー中見てください、もう緑がね気持ちいいですね。あー気持ちいい。ということでミュージックスタート。君が好きだと叫びたい、明日を変えてみよう、凍りついてく時を無事壊したい。君が好きだと叫びたい、愛でだだだだ。ちょっと待ってバラバラって、失礼しました。ちょっとやっぱね、歌下手くそですし、歌詞も面白い、失礼しました。ということで気を取り直してですね、本日こちら民センサー中に来ております。民センサー中ね、こう緑がね、先ほども言いましたけど緑がとても多くて綺麗な場所でございます。多くのですね映画なんかもこちら民センサー中で撮影されていて、僕個人的にですね、日本の東京の世田谷区みたいな、ちょっとこう閑静な住宅街みたいなイメージがある場所なんですけれども、今日はこちらでですね、台北で最も美しいと言われているこの地域の美味しいグルメを皆様にご紹介したいと思います。よいしょ。ということで、じゃあね、早速行ってみましょうか。レッツゴー。ちょっと一人寂しくない？まあ、寂しいっちゃ寂しいけど。じゃあ美人と一緒にいいんじゃない？もうやだよ、お前らの美人、お姉さんとかいらっしゃるわけでしょ。だって、ほら雨降ってきたよ、すごい。ほらだから、今日他の美人と誘いに来た。誰？純子ちゃん、やっそー美人。何聞こえない？何？もう何やってんの、純子さん。ちょっと下手くそ。純子ちゃん、ちゃんとやってくださいよ。もう一回チャンスをください。もう一回やってください。ミュージック。何もうまた純子さん、これ何やってんの、純子さん。あー、どこだ今。何やってんの。まだ踊るんすか？まだ踊るんすか？まだ踊るんすか？長えよ。なんなんすか、純子さん。そうやろ？純ちゃんだ。もちろんこれもドッキリの一部の演出ですよ。純子さん以外の全員が仕掛け人なんです。純子さん、すみませんが、もう一度ダンスお願いします。レッツダンシング。もう何やってんすか、純子さん。もういいっすよ、分かりましたから。純子さん、真面目に何度も踊ってくださりありがとうございました。なんと実は全部ドッキリだったんです。今日はじゃあ純子さんなんですね。違います、たかしお兄ちゃん、はじめまして、純子、15歳です。あ、怖い。純子ちゃんなんですか、今日は。今日は純子ちゃんです、よろしくお願いします。15歳なんですか。はい、15歳の女の子と見えない。ねえ、台本と全然違うんだけど、どういうこと。純子ちゃんが怒ってる。純子ちゃん怒んないね。純子ちゃん怒んない。15歳でしょ。全然、はい、全然怒んないです。じゃあ今日はじゃあ僕と純子ちゃんとで一緒にロケということで、はい、じゃあよろしかったでしょうか。よろしくお願いします。じゃあ早速ね、行ってみましょう。行きましょう、レッツゴー。なんだよ。たかし部長、最近台湾の勉強を聞いたでしょ。すごいじゃん。そうなんですよ、取ったんです。あ、取りました。最近台湾免許を取得した部長。するとここでスタッフから提案が。なので今日自分が運転しなさい。ちょっと待って、本当に運転すんの俺が。そう、できるでしょ。できるけど。いや、だって取ったばっかりですもん。そう、取ったばっかで。俺まだいっぱい練習したで。いや、俺まだ台北で運転したことないよ。怖いから。でも日本だとほら、たくさんメニューを乗っけて運転してきたんで。メニューを乗っけて、はい、それは問題ないですけど。日本と台湾全然違うから、右も左もハンドル違うでしょ。でも大丈夫ですよ。だから俺ちゃんとほら、いや、私も死にたくない。いや、ほら、ヘンヤングの台湾の顔数を僕。台湾だ。
ゃねえ。全玉。本当だよ。ということで本日はたかしの運転で民春社中の美味しいグルメを食べに行きましょう。どんな料理が待ってるのでしょうか。え、嘘でしょ。めっちゃ高級車じゃん。おベンツ。え、嘘でしょ。おベンツでしょ。いや、値しますよ。ちょっとちょっとどうすかこの高級車。いや、いいじゃないですか、高級車と美女。あら、あらセクシー、あ、セクシー。セクシー。セクシー。やだ、お兄ちゃんダメだよ。まだ私15歳なんだから。15歳だからね。確かに犯罪内容違いますよ。違うだろうがよ、本当に。ということで、高級車に乗り込み出発する一行。たかし、くれぐれも安全第一でね。事故起こさないでくださいね。まずは、お二人、どこに行くのでしょうか。楽しみですね。今日どこ行きたいの。今日なんか、あ、お兄ちゃん美味しいもの食べたい、美味しいもの食べようかね、おじさんが連れてきた。いや、気持ち悪いわ、気持ち悪いわ。ちょっとお、運転してる、たかしが台北よ。ほんとだ、初ですよ、初運転。本当に。え、純子さん普段何で、あれ移動してるんですか。あ、普段はね、私ね、ジーナがロールスロイスで迎えに来るから。あ、純子ちゃんはお金持ちの設定。そうなの。あ、お金持ちの方なんですね。お嬢様なの。あ、ジーナがロールスロイスで。そうなんですね。でもね、なんか15年前と比べると、うん、だからあの MRT がすごい増えたよね。多分その時まだ赤線と青線ぐらいしかなかったから、はい、そうなんだ。それに比べたら、で、あの最近また新しいあれじゃない、アンカン、アンカン。だからもうどんどん、もうどこに行くにも JUN でほら乗り継いで行けるぐらいすごい台湾便利になったよねと思って。あ、そうなんだ、うん、それどこまで行けるんですか。ガオションですか。それは自分で調べてほしい。腹立つ。センサー中でもなんかなんかイメージあります？純子さん15年もいるとやっぱりいろいろミンセンサー中って聞いたら、なんかね、美味しいものとかなんかおしゃれな、なんかレストランとかが多いイメージ。あー、うん、行ったりはします？普段来たことある、ある、ある。あ、そうなの、うんうん、でもあんまり行きはしない。そうだね、うんうんうん、なんか お金持ちの、あの、あ、確かに、まあ、そうってイメージがあるけど。純子ちゃんってお金持ちじゃない。あれ、ジュンコちゃんは、ジュンコちゃんはお金持ちだけど、イーリン、イーの、イーリン1階に住んでる。一番トップにね。そうそう、一番トップに上に住んでる。ジュンコさん、あ、なんでしょうか。ここご存知でしょうか。あ、綺麗な、有名な。ほんとね、並木道。そうなんですよ、民線の一番有名な道路で、あの、千宝林の映画をここで撮影したことがあって、うんうんうん、そうなんだ。そうそうそう、なんか表参道のあそこの、あ、確かにね、並木橋、あのー、ぽくないですか、表参道の通りのあそこの綺麗ですよね、うん、綺麗、すごい日本っぽさがあって、うん、でこの辺は土日とか歩くとすっげえ静かな、うん、ちょっと代官山っぽい感じが僕はすごいしていて。あ、じゃあ高橋さんは土日によくこちらにいらっしゃる、はい、あ、まあ、あのやっぱり私高橋レベルになると、あのこの辺のカフェで朝ごはん夜ごはん食べたりとか、やっぱりね、お金持ちなんで。ゆこさん、せっかく運転してるし、うん、ちょっと歌でも歌いません？いいよ、何が聞きたい。まあ、でもせっかくで純子さんに歌ってもらいたいから。ある日、ちちちちち、ある日、森の中、森の中、ちょ、やめてください。あの、ちょっと怖いんで今運転してて、あの、あれがいい、純子さんのって言ったらもうあの曲すごい気持ちいい、 あのファーストラブ。ファーストラブ、はい、今流行ってたじゃないですか、ちょっと前に。そうだね、あの、じゃあ歌いましょうか。お願いしていいですか。はい、ありがとうございます。ここまでだよ、まあ、次お金取り。怖い怖い怖い。美しい歌声を楽しんだところで、再び純子さんにドッキリを仕掛けます。しかし、純子さん、あの、何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 食べたいの。お菓子食べます。お菓子、あれ、ありがとう。信じていいじゃん。何何何、違う違う、いつもさ、なんか騙すじゃん、こう開けたらなんかボーンって出てくるみたいな。じゃあ俺ポテチ食べたいだけですか。本当にね、開けるよ、知らないよ、うん、ボーンって言わない。知らん、何、何の話してんのか分かんない。ポテチ食べたいだけですよ。何を言ってんすか。いや、爆発したらどうしようと思って、あーっ思って、あーっ、うーん、うーん、危ない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 
本来は純子さんを驚かせるために仕掛けたポテトチップスドッキリ。頭のいい純子さん、違和感に気づき無事に回避。たかし、仕掛け人なのになんでそんなに驚いてるの？これめちゃめちゃ便利ね今。本当？もうだってこれ見とけば、この黄色いやつにあっとけば、合わせればいいの？お、いいじゃないですか。いいんじゃない？いいんじゃない、いいんじゃない。しゃー、完了。めちゃめちゃひどいじゃん。ちょっと見てください、ここ人2人分ぐらいの、見てこの、めっちゃめちゃめちゃひどいで、しかも見てこれもタイヤが出てる。ダメじゃん。全然ダメだよ。ちょっとあのさっきモニター見たら超簡単超簡単って言ったのにさ、全然難しいですね。ちょっともう一回止め直します。純子さんちょっと待っててください。待ってるわ。たかし、いくらなんでも下手くそすぎますよ。改めて車を止め直すことに。しかし周りのスタッフからいろいろと指示を出されて困惑するたかし。頑張ってくださいね。練習すれば上手くなりますから。もう死んでるよ顔が。あれよ、死んでる。みんなだってもう中でもああだこうだこうだこうだってもうみんなって言ってること違うの、右やれ左やれとか。難しいよ、どんだけちっちゃいの台湾のこの止める場所。本当に確かに本当に大変。まあでもいい経験が。絶対女の子連れて行けないよドライブ。まあでもいい、あのいい練習になりますんで。ありがとうございます皆さん。はい、ということでじゃあ早速ね1軒目に、はい、ジュンさん行きましょうか。ここですか。こちらですね。早速ね行ってみましょう。はい、こちら行ってみましょう。我们都在挑战嘛大神等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话请记得订阅国新卫视 YouTube 频道并开启小铃铛哦。